はいどうも、スエチャンネルです。今回の企画は東大入試2021数学の問題中編をやりたいと思います。ねえ、ちょっと前編見ていただいた方、まだ見てない方はそっちから見ていただきたいんですけども、相当ひどかったですね。全然ね、解けそうなところまで行ってたんですけど、大問にはともかく大問1をちょっと落としたのはね、ひどかったっていう好評になりました。一番優しい問題だったんじゃないかって話ね。だいたい四角1って優しい問題だから、そこが解けなかったのはちょっと数学の問題添削してる身としては大問題だったかもしれません。はい、ということで今回はそのリベンジ、第3問、第4問をやっていきたいと思います。そう、第3問は、単純に多分微分と積分の問題だと見た目は思ってるんで大丈夫だと思います。第4問もこれ整数問題ですけど、うまくこれ誘導に乗っていければ解けるんじゃないかなという僕は見立てを立てておりますが、果たしてどうなるでしょうか。それでは早速解いていきたいと思います。前回と同じく、大問2つで50分で解きたいなと思います。今回は50分かかんないだろうと、ね、期待をしております。では、早速参りましょう。では、早速、第3問、解いていきたいなと思います。まずこれ、C というのはこの分数の形になっている曲線の式でございますね。で、C の接線 A1F1 における C の接線を GX とするということなので、まずこのね FX と GX の式をちゃんと連立するというところからね、 GX の式が求まりました。今のところで、やりたいことは Y イコール FX である C と、Y イコール GX である L の、交点が A1と4分の1だね以外にもう1個あるっていうことをちゃんと示して、その X 座標を求めようという問題なんで、これで大丈夫だと信じたい。やっと増減表が出た。ここまで何分かかってます？うわ。とりあえず増減表が出ました。ということはですよ。ということは、マイナス1以下の x が0になるところっていう見立てが立ちました。方程式を立てます。8。ここでまたミスるなぁ。なんだ、最初から方程式解けばよかった。これもちょっと失敗だな。はい、 x イコールマイナス3がもう一個のやつでございました。まず積分なんですが、 fx の部分の積分がちょっと大変そうに見えますね。ここは一旦マイナス、マイナスになって別に面積と言ってませんから、答えがマイナスになること自体は変ではないのか。はい。怖いけど。はい、四角4いきます。四角4一番ですね。本当の式にしない方がいいの？4で終わった余りが等しいってことは、2パターンしか考えられないのか。 K と L が合同なのは問題文に当たられてるんですが、1と合同か3と合同かに分かれますね。奇数って言ってますから、K と L が1と合同の時等式はどうなるかっていうと、 KA は A と合同、 LB は B と合同で、それが等しいんだから A と B も合同でなければいけないね。はい、大丈夫でございます。で、これは3とした場合も同じかな。 3A と 3B が合同っていうのは分かりますから、 A と B が合同、
なんかすごいあっさりとしてんな大丈夫なのか。まあ本場の書き方もちょっとちゃんと書かないといけないと思うんですけど、まあ合同式っていう形を使うとちょっと楽かなって気はしますね。問題はその合同式を僕はちゃんと今適切に使えてるかってどこあるあるんですけども。次括弧に、A が 4A プラス1 4B プラス1の C でございますね。合計するのは普通の式に直してみる。階乗を使って表しますね。これ使ったところで何が分かるんだろう。このカッコにが激ムズな可能性がある。すると、まあ、それここで気をつけてほしいのが、仮にここでカッコ1とかカッコ2に詰まったからといって、カッコ3、カッコ4を、何も触れないっていうのは非常にもったいないことです。もし詰まるようでしたら、先にカッコ3、カッコ4いけるかもしれないってこともちょっと考えてください。カッコ4先に行っちゃいますね。カッコ4、これなぜかというと 2021C37 ですね。これは例えばこの A イコール505、B イコール9とすればいいわけですもんね。カッコ3で示すことは A-B が2で割り切れるときに、A と B が合同なんだってこと。ということはカッコ4で、まあ、2021、505と9は偶キャッチしてるので2で割り切れますね。引いてもだから202137合同 505C9 さらに合同になるのかな。 B を2とすればいいね。 A が126、 A が126、これは 125×4 が500ってことを利用すれば早いですね。 C2 と合同だ。ここまで来たらこれを計算しちゃえばいいと。 126×125、 126×125 を2で割ればいい。126を2で割れば、63で、まあこれそれぞれ4で割った余りを出しちゃえばいいでしょう。 3×1、 はい、4で割った余りは3。括弧4が先に求まった。あーダメだ。はい、採点してみたんですが、まず大門さんに関してはカッコに思いっきり僕勘違いしてんですよ。何やってしまったかっていうと、カッコ2で、非積分関数ね、インテグラルの中身の関数が、fx-gx だと僕は思い込んでいました。しかしよーく見たらカッコ2乗、アホですよねこれ。ほんとやばい、ダメだ、ほんと、もうほんとね、こういうとこがあるから。で次、四角4番、カッコ1はちょっと微妙な感じになってしまった。ほんとはあんま合同式使わない方がいいのかな。でカッコ2がね、これはちょっとね、やっぱさすがに難しかったかな。ちゃんとびっくりマーク解除を外して、席の形にして、でその積を、4の倍数になっているものを、4の倍数じゃないけど偶数のもの、奇数のものって分けた時に、それで整理すると最終的に A イコール B かける奇数分の奇数っていう形が出てくるらしいです。なのでそれを変形してあげれば、その奇数分の奇数の分母のところを K、分子のところを L ってしてあげると問題に適するっていう形になります。はい。で、まあ、カッコ4を先に解けたのが良かったかなって気がしますね。これだけは、まあ、ちょっとね、やりたくなる形であるからね、これ。ね、だからまあ、一応カッコ4、ここで、まあ、ちょこっと点数を取れればいいのかなって形になりました。はい。僕みたいなうっかりミスを皆さん、来年受ける方、本番ではやらないようにしてくださいね。はい。ちょっと僕はちょっと人に対してはこういうボミスをするなってめちゃくちゃ厳しく書く割には自分がやっちゃってるっていうね、ちょっとまあこの動画見て逆にそれで怒られた人は元気を出してください。はい、ということでね、今回第3問第4問やってみました。引き続き難しかったかなっていう印象です。はい、東大の数学は本当に実際ね、計算力も結構試される問題でございますから、結構訓練が必要かなという気がしますね。はい、ということで
ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら高評価を、こいつバカだなと思ったら低評価を、で興味のある方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。